今日は屋根神様なので、どんな格好にしようか迷っています。あ、これはちょっと今美女こんな格好ですけどね、どうしようかな、迷っています。対馬祭り、今日はどうしましょうかね。着替えシーンを接するわけじゃないんですけどね、ですけどね、それはさすがにちょっと嫌らしいでしょ。なんか嫌らっちゃ嫌らみたいな感じ。あ、まだあったんやろうみたいな楽しさでしょ。これはここにいかにもこの着替えシーンをお見せしますよ的な嘘をつきながら、どうしようかな、これでええやんとかあかんの、これもうブラジャーもつけてんしな、もう論外やろもうこれいいもんですよ、麺なんですけどね、これはどっちやねんと思うけどな、手触りがね、すごい涼しくて楽、朝ほど頼んないこともなく、まあ除霊効果はね朝はありますけどね、麺よりかはあるはず、くしゃくしゃになるからね。どうしようかな、いつものね、このいつもの、おっと、中見せたか、中見せた、中見せた、入らない、いつもの制服、わかんでしょ、もう子供じゃないからね、もう一この袴、袴っぽいかな、袴おズボンはどうかしら、まあいい感じだねこれね、結構ね、これにしようかな、おしゃれ、これ抜いてこれとかで、これあかんからね、これ透けるからね、乳首上どうするかやな、この最初はこの森があるっていうの、こんな最近ね、ちょっとな子供っぽすぎるやろ、黒なんでもね、どうしようかなと、その何もね考えてるんですよ、奈良時代じゃないのかな奈良時代の服装って、その韓国内家すごく強く受けてるでしょ。まあ藤原王朝が、要するに藤原総本家が韓国を千年間、朝鮮半島を千年間防衛してるから、中華文明っていうか、その秦の始皇帝の残党キッタン朝親族の攻撃からね、ずっと守ってて、フルサグ王家がね、要するにシュメールのウルクの世界皇帝、フルサグ王家、あのフセインとかもフルサグ王家の末裔やで、だからサダム・フセインを16カ年キッカムつけとった、シュメールのフルサグ王にうちから貸し取ったからね、天皇家の貸してへんで言っとくけどあいつら勝手に使っとんねん、だからけしからん言うてんねんね、嘘つき違ったらいいけど、嘘ついて天皇やってるからけしからん言ってんね、天皇系けしからんってうち言ってへんからな、誤解したらあかんね、じゃあ